野田氏はきょうことし4月に市内の屋外にある巣で誕生が確認された2羽のコウノトリについて先月29日に検体を採取した結果いずれもオスであることが分かったと発表しましたまた2羽の愛称については1羽目がたける2羽目がダンに決まりました相性は、 コウノトリと共生する地域づくり推進協議会が募集したもので全国から寄せられた2400件余りの応募の中から1番目と2番目に多かった名前が選ばれました市によりますと2羽は親鳥のヤマトと日向に見守られながら巣の上で羽を羽ばたかせたりジャンプしたりと飛行の練習をしていて順調にいけば 今月下旬の巣立ちが見込まれるとということです市の担当者は、庭の旅立ちを静かに見守ってほしい、いつまでも元気で幸せでいてほしいと話しています。